で、赤のは何やつの、はい、赤のいろいろやってって、おうおう、一つはお料理を上達させ始めました。前からやってたのはやってたの？あ、料理はちょこちょこやります。あ、ほんと、はい、でも今回は自粛期間でもっとなんか変なことをやりたくて。変なこと料理で変なことってあんまないと思うんだけどさなんかあれ買いました、あのなんかサンドイッチメーカー、サンドイッチメーカー、あーみたいなので、しかもガシャンってやるやつね。ガシャンってやるやつで、あのあれですよ、もうフライパンとかじゃなくてもう直のボッて出るやつ買って、家のその部屋出たところで一人で焼いてるんですよ、サンドイッチとか、やばくないですか、ボッてこうなんかガスボンベみたいなのがこう置いてガスがバッてつつくやつで、あの玄関で一人で肉焼いたり、なんか一人バーベキューみたいなやってるんですよ今。なる、一人バーベキューやってる。はい、一人バーベキュー、一人でなどこまで焼けるのかなっていうのを今こうね、確認して肉とか、まあだからさ、いろいろさ、そう過ごし方はあるじゃん、はい、ね本当にね、だからその料理やってる人もいればさ、やってみたり、うん、であとなんか他には何かやってるの？あと縫い物を人生で初めて今やっております。おー、これもね、なんかあの理由があるんだけど、後でね、そうなんです、後でお知らせします。はい、はい、いろいろやってます。はい、よろしくお願いします。じゃあちょっとコメント読んでいこうかな。はい、たーくんがホストにしか見えないけん。ホストっぽいですね。ね、うん、ね、あのね、ジャケットを着るとこうなってしまうんですね。っていうことが分かりました。あ、左上は和菓子さんか。そう、和菓子さんですよ。はい、和菓子さんですね。はい、お久しぶりです。お久しぶりですね。はい、お久しぶりです。はい、あ、スタッフの方、30日はありがとうございましたってですね。なんか30日なんかあったんですか？何も書いてこない。何を来ていただいたんですか？30日、ゆうばるちゃんですよ。ゆうばるちゃんですか？渡した時。あ、だからケーキをお送りしたやつじゃないですか。ああ、そういうことですね。はい、ああ、なるほど、なるほど。そういうことですね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございますね。送っていただいてありがとうございます。もちさん、ホストに転職したのか？ホストではないです。ホスト。はい、ね。ホストではないですね。ホストではないですね。でもどうだろう、シャツどうだろう、ジャケット脱いだ方がそれっぽくないのかな。いや、ジャケットしてた方がホストっぽいです。ホント？ジャケットしてた方がホストっぽいですよ。じゃあこれ脱いだ方がホストじゃないっぽいってこと？え、でもジャケットしてた方がいいですよ。どっちやねんどないやねんホストっぽい方がいいですよ。きっとマジで、うん、ホスト、いや、どうなんだろう、女子受けはいいです。逆にそのシャツ脱いだらどうですか？どういうこと？捕まります、捕まります。どういうこと？シャツ脱いでタンクトップかなんか着てるんですか？タンクトップって、タンクトップ、あー、ジャケットとか。おー、品川庄司の庄司か。いや、マジで。やることが品川庄司の庄司なんだよ、それ。ね、はいね。もちさん、生歌、歌わねえわ。ね、初めてだから、いろいろあるから、皆さんご了承そうだね。うんね。うんね。赤のヤホヤホでチェックに行ってますね。はいね。皆さん、リモート放送、開始おめでとうございます。ありがとうございます。ねー、はい。チェック、なおさんやはやほう、ホストにした、なおさん、なおさん、まおほ、まおさんでしょ、うん、まおさん、ホストにしか見えないよねって書いてあります。そう、ホストにしか見えないらしいです、僕の。ね、うん、この学生とね。はいね、社長、店長、元気ですかって言ってくれてますよ、チェック君は。元気です。元気です。はいね。多分、絶対、誰よりも元気です。いや、逆にちょ店長にも聞きたいわ。何やって、あ、そうか、でも出勤してんですもんね。そっかそっか、出勤してんだから別に家で何かやってるってわけでもないですもんね。そうらしいっす。たーくん、就職活動の帰り、違います、違います。俺もう二度とジャケット着てこねえからね。ね、うん、お、歌って踊りません。はいね、森田さん。歌って踊りません。よろしくお願いしますね。みんな乗り方が尋常じゃないんだよ、なんか。うるせえな、はい、関係なく仕事行ってるけど。ああ、なるほどね。あ、お疲れ様です。お疲れ様でございますね。うん、社長、森田さんが気が狂ったら撃ち殺していいよってやめてくださいね。マジさん、顎がつるつる、あ、そうそう、そうなんですよ。今ね、あのね、配信、あの、17で配信をやってるんですけど、毎日ね、できるだけ、あの、そのね、あの、みんなね、あの、家でさ、つまんないじゃん。だから、その時に、なんか少しでもね、面白いものをお届けできればっていうので、できるだけ毎日配信をしてるんですが、
その時にちょっとね、あのヒゲがないの見てみたいとか、ヒゲなしのやつもちょっと見てみたいですみたいな意見がすごく多かったから、ちょっと今ね、1週間ぐらいちょっとヒゲがないキャンペーンをしております。ヒゲなしキャンペーンをしておりますね。ヒゲなしキャンペーンをしております、ね。ヒゲかきキャンペーンはないんですか？ないですよ。絶対ないですね。絶対ないですね。はいね、なおさんもともとこれじゃない、まあね、久しぶりにロフトの前にいたく見た。あ、そうだね、ずっとだから俺の家ロフトなんだけど、ロフトの階段の、ロフトの階段の前のところで俺配信してるから、ロフトのその階段はずっと映ってる状態なのよ、そうだから言ってくれるんだと思うんだけどそうなんですよ。で、そこでね、もうさ、家にいるとさ、若しちゃんのこと言ったけど、まあでもこれはね、公共のさ、ほら、放送だから言ったけど、あのね、公共の放送じゃなくてさ、普通の自分の配信とかだったら、もうね、その、綺麗にするのがめんどくさいんだよ。そう。そう、めんどくさいんだよね。もう本当にめんどくさいし、ね、あるから、だから本当に、髪も、起きたまま、あまりにもひどいだったら髪濡らしたりはするけど、起きたままで、ヘアバンドしてやってます。本当に、めっちゃパジャマ。そしてね、最近ね、俺の配信の色がなんかね、面白くなってきた。面白いっていうのは、こういう風になるんだっていうことなんだけど、俺の配信ね、すげえ真面目な話ばっかすんの。そう。そう、みんなそれを求めてるんだろうね。だってこの間その視聴者の人が、俺の枠に入ってきて一番最初に言った言葉が内閣総理大臣のあの言葉どう思いますかだからね。そうそんな感じの話になってきた。なんかね、うんね、たまにバカな話もしてるんですけど、なんか結構真面目な話が多いですね。なんかね、なんか授業してます。授業してますね。あのお金っていうのはこうでとか言ってる。なんか森田塾をやって、本当の森田塾をやっている今ね。ね、うんね、チェキ君ね、毎日来てくれてる ね、 ね、うんね、ありがとうございます。アメツさん、瞑想しすぎちゃったかな。瞑想はね、しました。やっぱり瞑想しましたね。なんだろう、時間があるから、やっぱ瞑想して、何笑ってんね。じゃ瞑想のことバカにしすぎですからね。瞑想。いや、マジで。瞑想のことバカにしてますから。バカにしすぎですから。誰が、店長が。迷い走ってる方かなと思って。いや、違うわ。そっちの瞑想じゃねえわ。違う。で、お香を、焚いて、部屋を真っ暗にして、すべての感覚をシャットダウンして、自分の内面とこう向き合うっていうことでございますね。ね、これね、結構いいよ。本当にね。ちょっとね、そん時の顔してください。絶対嫌だ。絶対嫌。本当にバカにしすぎですからね。バカにしすぎ。マジでバカにしすぎ。いや、本気で。バカにしてないですけど、顔だけちょっと嫌です。それもうだっていじる気満々じゃん。絶対いじる気満々だよね、今のね。いや、今見えてないかもしれないけど、まあ、すっごいね、すっごい、もう二人見てるのすごいよ。すげえ悪い顔して笑ってんの、この人。いや、マジで。いや、本当に。楽しい。すげえ悪い顔して笑ってんだ。オーラが一瞬バーって出るから。本当に。もうね、今ちょっとだけ真似してあげるよ。店長の真似。ちょっと、あれだけでいいんで、ちょっと顔だけやってもらっていいですかみたいな。もうすっげえ、もうね、大爆笑な感じで、もう笑う気満々な感じで今ね、俺にやってきたから、ちょっとイラッとしたんだけど、もう本当に、もう笑う気満々でやってきたからね。本当に、ありがとうございますね。はい。